バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターママのヨコです。今夜のバニラスカイ、皆さん、挑戦し続けるヨコがですね、初心を忘れないということで1曲目お届けしたいと思います。私のこの大事なラジオ番組バニラスカイのタイトルと一緒の私のねオリジナル曲、お聴きください。ヨコでバニラスカイ。まだケーキがない空に明かりは一つ一つ消えてく、輝く細い光景もどこまでも続いているね。わかってても素直になれなくて、いらない言葉で傷つけた昨日はもう戻らないから、目の前の扉壊して思い通り聴きいただきました曲は、ヨーコでバニラスカイでした。
皆様、暑い日ガンガン続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。台風の影響はどうでしたかね。大丈夫でしたか皆さん。ねえ、もう本当、私頼んだ衣装がもう届かなくて困るっていうことがあったんですけれども、もう大阪で泊まってると。で、沖縄鹿児島に届けられないということでしたけど、今回またね、関西地方もね大変でしたよね。皆さん大丈夫ですかね。なので、やっぱりこういろんな方がね、今回の台風の影響を受けてらっしゃると思うんですけれども、何よりお怪我がなかったりね、そう、そしてまあ、おじいちゃんがね、うちの親戚にね、ちょっと床上浸水したから大変だって言ってて、あ、そうか、そういうこともねとかね、まあいろいろちょっと私も考えたり思わされることが、考えさせられることがですね、あったんですけれども、まあ、とにかく皆さん、もう災害だったりとか、何かこう、あ、とっさなことが起きた時ね、もう何よりも無理をしないというか、一瞬でもこう冷静な判断をするっていうのは、まあ日頃からね大事だなと思っているので、皆様もねお気をつけてくださいね。では今夜メッセージいただきましたので、ちょっとお読みしたいと思います。ようこさん、スタッフの皆さん、こんばんは。お久しぶりのあなたのカズさんです。本当お久しぶり、カズさん、ありがとうございます。今回は4ヶ月ぶりの投稿です。またまたご無沙汰してごめんなさい。先週夏休みについてのお話募集とのことでしたので、我が家の夏休みをご報告しますね。7月の終わりに4ヶ月になる孫を連れて娘夫婦が帰ってきました。私は娘が出産した時に会いに行ったのですが、主人も私の母も会うのは初めてなので、それはそれは大喜び。毎日小さな天使に癒されていました。まだ小さいので疲れて眠かったり、お腹が空いたりしてご機嫌が悪い時もありましたが、90歳過ぎたヒーバーやヒージーに合わせることができて、娘が一番満足しているようでした。ちょうど私の腰痛の持病を悪くしていたので、あちこち出かけたりできなかったけど、我が家で食事をして楽しい数日でした。一足早いお盆でしたね。娘の旦那さんが育休を長く取ってくれ、今度は娘が育休に入り、まだまだ大変な毎日だけど、あまり神経質にならずに精一杯楽しんで子育てしてほしいものです。関東に住んでいるのでなかなか会いに行けないけど、 LINE で写真や動画を見たり愚痴を聞いてあげたりして、できるだけ見守っていきたいですね。今度会えるのはいつかな。では今回のリクエストは、夏祭りの時期になると浴衣姿を思い出し必ず聴きたくなる花をお願いします。ようこさんの曲の中で一番最初に好きになった曲です。まだまだ暑い日が続きますが、熱中症に気をつけてお仕事もそこそこ頑張ってください。それではごきげんよう。あなたのカズさん、ありがとうございます。嬉しいです。もう4ヶ月って長すぎましたよ、カズさん。また来週もお願いいたしますというね、おねだりをしつつ、嬉しいですね。もうハッピーすぎる夏休みじゃないですか。もうさ、娘さんも、もう最大の親孝行と、おじいちゃんおばあちゃんに対する孫孝行をねなさってね、もうさ、生まれてきてくれるだけで、もうみんなのなんていうの、こうハッピーの種、もうほんと天使ちゃんってね存在しますからね。うちの娘たちもですけれども、私がお世話になっている小賀涼子さんというハピコさんという女性はね、医師のこともね、もう医師天使っておっしゃってます。なので、まあ、おじさん天使は珍しいけどねっておっしゃってましたが、とにかくもうあなたがいるだけで、もう天使もハッピーも、とにかくもう本当生まれてきてくれてありがとうってね、みんなに言ってもらえる子っていうのもまたね素晴らしいし、それを言ってくれる周りの方々も本当ね、ハッピーハッピーでいいですよね。でね、何よりもこのおじちゃんおばあちゃん、そして、あ、おじちゃんおばあちゃんっていうのは娘さんからしてね、だからお孫ちゃんからしたらひおじいちゃんおばあちゃん、もう90歳お過ぎになってね、やっぱりこうご自身の人生をねちゃんと全うされ、 なんていうのかな、こうもうハッピーに過ごしてらっしゃるっていうのは、もう本当私尊敬します。やっぱ私もね、どん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 年齢を重ねてきて、もうなんかカズさんのメッセージ見てると、もう自分のことのように
次さ、だってもう長女が16歳なんで、もう孫が生まれた時にきっと今私が体験してるこの笑顔ばかりのね赤ちゃんパワーをまた浴びることができて、自分もパワーアップするしとかね、こういろいろ考えるともう未来にさワクワクしちゃってね。でなおかつ私もまあね、もし長生きすることができたら、もう家族からさずっとさパワーばっかりもらうハッピーなおばあちゃんになるわけでしょ。もうねやばいですよね。もうイッシーとヨーコはもうずっとラブソングばっかり、ハッピーソングばっかり作っていけるっていうのはやっぱりこうカズさんファミリーからこう学んでますしね。で何よりもこう今 LINE で家族でこうなんていうの、離れてても身近に感じられる、感じられるっていうのはね素晴らしいですよね。あーまあいいな夏休みって感じで。我が家の夏祭りはね、ちょっと夏祭りだって、もう夏祭りのことを言いたいから先に口走っちゃったけど、夏休みはねまた後ほどお話ししたいなと思いますけれども、とにかくカズさんがね家族みんなで幸せそうでもう嬉しいですよ。子はまたね来週もメッセージください、お待ちしてますということで、実は今日花をお届けしたいんですけれども、私たちがねちょっといろいろありまして、収録環境がちょっと変わっておりますので今日花をお届けすることができません。ごめんなさいカズさん。なので来週は絶対花をお届けしますので、そして明日から始まります鹿児島センテラス天文館で始まります、夏祭りでですね、私3日間お昼12時から夜9時、最終日の8月20日だけは、5時までになりますけれども、そちらでは花を歌いますので、ぜひ遊びにいらしていただきたいです、生の花を聞いてくださいということで、今夜は、皆さんのハッピーすぎる夏休みに、ヨーコからのプレゼント、もっともっとハッピーでありますように、愛を込めてヨーコでキス&ハグ。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー、些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに、君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ、この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために必要な愛。聴きいただきました曲はヨーコで愛を込め込めバージョンのキス&ハグでした。と言ったら語弊がありますけれども、いつもねヨーコキス&ハグ愛を込め込めお届けしておりますのでね、はい。まあで我が家の夏祭りと言いますと、今年は、花火大会意外と行けました。というのも例えば、地元の志布志っていうところでね、仕事ついでに家族おじいちゃんにね愛ついでにね、夏祭りもたまたまあったんですよね。花火大会が開催される日に、なんていうの、休もうと思ったら休めるけど仕事しようと思ったらカコつけてね仕事できるなっていう日に、しぶしで行きまして、花火大会を、まあ、一心はいなかったけど娘たちと満喫しまして、でその後は、仙台の夏祭りに実は歌う予定が機材を急遽貸し出さないといけなくなってしまって、機材がないならね困ってらしたのでね、もう機材が私もないなら歌えないからセンテラさんごめんなさいということで、仙台の方にね、まあちょっとご挨拶であったりとか作戦会議もありましたので、仙台の方に花火大会メイン
になりましたよね。まあ行きまして、まあ綺麗な夜空を堪能し、そしてなおかついつもお世話になってますあの坂の上誠者様の坂の上社長のね投稿を見まして、わっ松本で素敵な夏祭りが開催されてる、これは行かなきゃと言って娘に浴衣を着付け、家族でね、でもねすごい大人気で、あの渋滞で会場にたどり着けなくて車の中から見て、で終わった後に坂の上社長を目指してね、あ会場行きましたけれども、まあ、会場に行ったら会えなかったんですけれどもね、でも楽しい夏祭り会場はまあ味わえたというね。なので陽子医師仕事をしながらちょこちょこ今年は花火を見まして、その花火のおかげで私たちいい曲が書けそうでございます。でね、今まで夏祭りと言いますと陽子はもう歌わせていただくことの方が割合的に多いとかではなくて、自分がこう夏祭りイコール歌いに行くで花火大会に行くっていうことがねやっぱりこうなかなかなかったんですよね。で暇じゃんって言われたらそこまでなんですけれどもそんなに暇じゃないんですよ。だけどねやっぱりねこう今しかないもの旬なものをね、インプットして、それでちゃんとアウトプットできるように自分の人生の肥やし、引き出しをね充実させるっていうものは大事かなと思ってですね、まあ言い訳でございますねもう本当ね沖縄行きたかったからね、もう夏祭りでね陽子もねちょっと紛らわしたっていうのもありますが、まあ夏休みはね、人生の夏休みを沖縄で満喫したいと思っても今のところ多分一人で伺うことなんで、遊ぶこともねなかなかできなさそうですしね。まあとはいえ典型的な夏休みを我が家はまあ満喫しておりますね。というのも私もね、長女もなんていうの、家にいることが多いので、でもちろん一心もね、まあ、家で作業することが多いので1日3食作るというね、もう皆さんお母さんたちはねもうすごくね理解してくださると思います。もう家族の3食のご飯を常に心配しないといけない毎日、私はご飯作るのがねやっぱりストレス発散でもあるので楽しいんですけれども、とはいえ朝ご飯を食べてお昼ご飯を考える、本当ね夏休みあるあるでございますよね、まあ、この幸せとそしてネタが尽きる自分のなんか不甲斐なさという笑っとこ、まあそういうところがねなんかもう生きてるな、お母さんできてるな、させてもらってるありがたいっていう気持ちでいっぱいでございます。で私結構台所にね立ちながらいろんなことをね思いつくことが多いんです。なのでまたねこう生み出してしまって、来週ちょっと新しい、私の作戦といいますか、東京ドームに行くため、そして10月22日の宝山ホールコンサートを成功させるためのいい作戦をね、はい、思いつきましたので、来週は皆様に告知ができる、公開ができると思いますので、そちらもお楽しみに。まあ、とにかくね人生ずっと夏休みみたいに過ごしてやろうと、いかに、まあ、仕事を頑張っていらっしゃる、ね、方々にねお聞きするとき結構な割合で返ってくる言葉を最近ね聞きます。というのもいかに仕事をしないかというために仕事を一生懸命するんだと、はぁーと私最近名言だなと思いますね。というのも私もねシノンとねシングルマザーのね時間が長いのでね、そのシノンといかに一緒にいるために頑張って仕事をするかというのでね動いてきたので、今しみじみ感じます。というのも4人家族になれば洗濯物も倍、ご飯も赤ちゃんがいるのでまあねレシピ的にも 1.5 倍で、なんていうのかな、こう分け与える時間とか、みんなで分担する時間っていうのも、トータルなんかうまくいってるからね、一人頭の時間がこう短くで同じ作業ができるかもしれないけれども、その分なんていうのかな、費やす時間っていう心であったり、気持ちであったり体力であったり、まあ、それがね倍になったりもしますからね。まあいい意味でねこうハードワークが続く愛情たっぷりな、まあ、愛情生産陽子でございます。なのでこれをね、まあ、音楽にね注ぐためにね、頑張っておりますけれども、まあ、とにかくね、
まあ夏休みっていうのはインプットもアウトプットも大事だなと思わせてくれる、我が家にとっては大事な時間に毎年なりそうですね。ではでは、今夜最後の一曲、輝く女性をミュージックビデオにね出演いただき、輝く女性たちにですねご出演いただき、私も大事なね大事な、一曲となって今も毎日歌わせていただいております、ラブレターズをお届けします。お聴きください。幸せのピース、今この両手いっぱいの愛を送りたい、心と心を続けてく明日きました。曲はヨーコでラブレターズでした。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。実はですね、夏休み特有、シノンも頑張ってコンクールに出ております。結果がどうなるかなっていうのはね、さておき、やっぱりね毎日ね今フルートの練習頑張って、こういう日常を子どもたちがやっぱりそれぞれにね、例えば甲子園でしたら神村学園がね今頑張ってますね。この放送が終わった頃にねどんな結果になっているかとかは分かりませんけれども、収録のタイミングでは、2回戦をね突破しております。で、輝く子どもたちの笑顔が何につながるかって言ったらね、また次の世代の輝く子どもたちの笑顔につながるんですよね。大人がそこをいかにサポートしていくか、子どもたちのためにどうやって自分たちのね大事な笑顔をね守っていくためにもですし、そして支えるためにどう過ごしていくかっていうのはね、本当もう政治家ですか陽子って言われかねないですけれども、もうね子ども誰の子どもでも関係ないんです。もう本当に子どもは宝財産で、本当つくづく思います。なのでね、国境を越えて私はお年間でもっともっと子どもたちをハッピーにという思いでね活動をしていきますので、何卒私のご支援もお願いしたい。で、8月27日はセンテラス天文館で陽子が中心となりました KKB 鹿児島放送さんもお力添えいただきまして、開催することができます。初めての子どもたちバンドマン、高校生バンドマンのためによるコンテストが開催となります。今回は7組が出演予定になっておりますので、ぜひ8月27日、イベント自体は10時から夕方4時まで開催ですけれども、10時から1時までは、そのバンドコンテストになりますので遊びにいらしていただきたいです。そして陽子も子どもたちに負けぬ青春という感じでね、一子ギター、ドラムは青山さんというね30代の若手ドラマー、そしてもう一人、永田望さんというベーシストのね、また若手ベーシストさんもね加わり、陽子バンド初の陽子も含め4人中3人が30代というね
素晴らしい、初めてです。でイッシーが1人で30歳 ×2 なので、5人で編成かと見たい、4人ですみたいなね、ネタも、当日言えるかなどうかなという感じではございますが、とにかく、もう8月27日は子供たちとね一緒の音時間と、横バンドによります音時間で盛り上げますので、センテラス天文館へ足をお運びください。そして KKB 公式アプリカプリもダウンロードいただきますとリアルタイムで見ていただけますので、子どもたちの勇姿、ね、活躍する姿をね、本当一緒に応援いただきたいです。ではでは、この後はひふみずバーでございます。ひふみさん、9月会えるかな、10月かな、よろしくお願いいたします。この後も素敵な音時間よろしくね。ではでは皆さん、1週間めちゃくちゃハッピーに過ごしてくださいね。ようこもハッピーに過ごします。では一緒にバイバイハッピー。